はい。なかなか影響が大きくなってきた東出昌大不倫事件。相手の方もなかなかダメージですよね、これはね。まあ、しょうがない。サンスター。まあ、あんまりちょっと記憶にないですけど、この CM は。打ち切り、もうなす。損害賠償とかなかなかなんですよね、きっとね。はあ、怖い怖い。結構だって一本何百万とかっていうのは平気でね動くでしょうから。まあ4社の CM 動画、4社か。相手の人もなかなかなんですかね。渡辺謙がパニックってましたと。あ、これは全然違う話だ。まあしょうがないですね。で、お相手の方は公式ホームページが削除されるということ。もう事務所との契約は終わってしまうんでしょうかね、このパターンはね。オフィシャルサイト、まあでもそうか。これはなんかそんな感じしますね。いやー、大変。もう大変。ということでね、なんか、そのなんかインスタにいいねつけたりとか、結構女の人はね、結構そういうのやりたがりますよね。あ、相手にこう、こそっと戦いを挑むようなことをね、なんかやりたがりますよね。なんかね、そう、怖いんですよね、これはね。ということで、なかなかちょっと相場の方も厳しい一日になりました。今、また夜中なんですけどね。ちょっと一回寝落ちしてしまって夜中2時ですが、まあ、依然厳しいですね。が、米株の方も、厳しい状況となっておりますが、見ていきましょう。週明けですね。1月28日、日経平均株価見てまいりましょう。はい、日経平均株価483円67銭安、23,343円51銭、2.03% 下落となりました。いやー、ちょっと厳しかったですね。どうしても、新型肺炎、コロナウイルスの影響が思ったより週末に大きく出てしまったということで、実際に経済に対する下押し効果みたいな試算がされ始めたところではありますが、SARS 以来のなんかね、ちょっとそういう大きな動きになってきました。まあものすごく長期化するっていうことを事案じゃないんでしょうけれども、まあ、それでもね、ちょっと影響は数日もしくはまあ数週間ぐらいはあるのかもしれないですかね。ちょっと思ったより長かったですよね。日経平均株価だけちょっと随分下げ幅きついんですが、ファストリー後で見ますけど、が下げます。先物売りに押されたところと、インバウンドがどうしてもね、中国の、団体旅行禁止とかっていうのもありまして、インバウンド関連中心に売られているというところ、消費関連ね、厳しいというところですね。トピックス 1.6% マイナスで 1702.57 ポイント。JPX400 1.6% の下落。で、2部指数から先に見ようかな。1.4% のマイナスでした。25日割れですね。ジャスダック平均が3日続落47円58銭安、3877円45銭、1.2% の下落です。マザーズ指数もきついですね。結構、そうでもないか。4日続落になります。4日大幅続落。17.95 ポイントです。851.45、2.06% の下落です。まあちょっとぼちぼちかなっていう気もするんですけどね。マザーズ指数に関してね。明日下げ切れば、ちょっと一旦そこかなっていうレンジのような気はするんですが。どうでしょう。リート指数反落。4日ぶり反落ですね。0.4% の下落となりました。大型から見ていきますが、225銘柄でいくと、値上がり銘柄数14、変わらず1、値下がり210ということで、下げましたね。
で、ファストリから見ましょう。3510円安、58,460円、5.66% 下落。ということで、まあ、下落止まらずでしたね、今日はね。5分足。もうどん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 下げ幅拡大していくような形で、ちょっと戻せないっていうところが、他の銘柄が、日経平均株価、まあでも、そっか。そこまで、ね、ずるずるずっと指数が下げていったわけでもないので、ファストリー厳しかったっていうのはちょっとね、っていうところではありますが。下落率上位で見ましょうか。トップ太平洋金属でした。原油も下落してますし、市況系素材系がずいぶん下げたなっていう印象で、180円安、2098円、7.9% 下落。結構その貴金属系とかの素材が値上がりしてて、で、それが一旦落ち着いたっていうところだったりするんですけどね。オーバーウェイトからニュートラルに格下げだそうです。目標株価3100円から2440円。中国の景気不透明感に伴うニッケル市況急落。鉱石価格、原油価格上昇に伴うコスト増だそうです。2位が京成電鉄、インバウンドってことですかね、京成だとね。成田空港に到着した外国人客がみたいなことなのかな。まあ、それを懸念して、まあ、どんどん売りが膨らんでいったみたいな形になっております、京成。3位がファーストリー、4位資生堂、やっぱりこういう時ね、資生堂売られてしまいますね。多少戻したかなっていう感もありますが、ちょっと戻しきれず、410円安、7060円、5.5% 下落。です。小型に関しても結構、売られているんですよね。あのインバウンド関連ね。であとその米粉 NTN ということでベアリング2社続いてます。あの自動車の周辺が結構弱かったりしましたね。ゴムとかね、その辺も今日弱かったですが、新生銀行、ヤマト、安川、藤倉、エバラという感じです。まず 4% 以上マイナスですからね、今のところでもね。でプラスのところ、今日不動産がしっかりでした。トップ、三菱地所、5% のプラスです。108円50銭だから2262円50銭 5% 上昇。長期経営計画、長期経営計画ですね。ROA 5%、ROE 10%、EPS 200円などを掲げ、目標達成に向けた前提として、事業利益3500円から4000億円程度、財務健全性の確保、配当成功は 30% 程度、や、自社株買いなどの株主還元を上げているということだそうです。まあ、連れ高するような形で、三井不動産とか、まあ、不動産、大手デベロッパー今日全部上がってったって形ですね。上昇率2位です。三井不動産77円だから2858円50銭 2.77% 上昇。住友不動産とかも今日は上昇率3位ですね。225の中ではね。93円だから3963円 2.4% 上昇。まあ、とちょっと飛んで、東急不動産とかね、その辺もしっかりでした。という感じですね。小型見ていくと、まあ、プラスのところは、なんせやっぱりその、ウイルス関連、ウイルス予防関連、感染症予防関連みたいなところとか、マスクとかですね。ニータカ、ストップ高でした。21.8% 上昇、2795円。感染症予防の除菌消毒用製剤の、需要拡大音楽とか、そんな感じ。エアテック。なんて言うんでしたっけクリーンルームとかね、なんかそういう感じのところですね。まあこれがだからウイルス関連、まあ半導体向けだったりとかするんですけど、それがウイルス対策みたいなことに、まあ、除菌みたいなことなんですね。無菌室っていうか、そういう感じのことだってことなんでしょうね。まあ、そこまで行くとなんか、ちょっと飛んでる気もするんですけどね。まあ、あと、まあ、ストレート指揮棒とかも良かったですね。すごいストップ高とかまでいかないですけど、167円だから1407円、13.5% 上昇。昔ながらの大和棒。まあ、大和棒はだから情報システム部門が今稼いでるんで、あんまり影響ないですけどね。
60円だから6690円で 9% 上昇。大幸薬品、410円だから4420円 10.2% の上昇です。ですね、この辺の医薬品もやっぱりしっかりですよね。セイロガンですか、クレベリンとかね、その辺。あとはサイボーズ、でもここまで発展するって感じですから、テレワークとかね、そういう意味合いで物色されてたりするみたいですね、この辺はね。あと、まあ今までとか、ここ最近上がって、ウイルス関連とかで上がったところ、素直に今日は上がってました。日本アビオニクスとか、あと、最近、マナックとか、ですね、今日ストップ高ですね。もう張り付いて動かなかったです。アゼアスとか、貢献とか、もうここのところね、そういう感じで動いちゃったところ、ほとんどストップ高でした。あと、なんだっけな、資源末製作所か。ここもね、なんか一番ここが動きがいい気がしますけどね、資源末製作所がね。こんな感じ。で、逆にマイナスに出てる方がインバウンド関連ということで、第3クォーターの業績観測報道もあったんですが、まあ、出尽くしみたいな面もあるんでしょうけどね。オリエンタルランド大幅安で1225円安、14500円 7.8% 下落。日本空港ビルディング、400円安、4970円 7.5% 下落。厚生、まあし、こっちも弱かったですね。厚生1150円安、15060円 7% 下落。強力メンテナンス、ホテル、ですね、ドミーン290円安4345円 6.3% 下落。こんな感じかな。あと経済じゃないや、まあ、中国景気とかに恩恵を受けやすい銘柄も厳しいですけど、 あとビジョン100円安1527円 6.15% 下落ですかね。そんなところでしょうか。あとディスコ、ゴールドマンサックスで格下げあります。960円安、26720円、せっかく決算よくて上がったのに 3.5% の下落でした。あとは、あんなもんかな、とりあえずは。この辺好きな方は、免疫生物研究所ですかね。150円高、ストップ高857円 21% 上昇。新型肺炎の治療にアメリカの会社のこのところの、HIV 薬、HIV の薬が使用されるみたいな話が出てるようです。こんな感じかな。あと防衛関連もにわかに上がってますね。イラクのアメリカ大使館にロケット弾が着弾したとか、そんな話で92円高1055円 9.55% 上昇でした。ということで、まあちょっとコロナウイルスね、ちょっと影響大きいですが、まあ乗るところは乗ってっていう感じですかね。そのウイルス対策のところで、あまり長くは多分持てないでしょうから、ちょっと臨機応変に対応していければなという感じでしょうか。以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。